皆さんこんにちは、リーウェイズ株式会社の牧口です。本日はですね、ジャニーズ事務所から考える不動産テックの可能性というテーマでですね、お話しさせていただきたいなというふうに思っております。ご承知の通りですね、7月9日ですね、去年87歳でジャニー喜多川さん亡くなられたということで、大きくメディアにも取り上げられたわけですが、まさにですね、日本の芸能シーンを牽引してきた立役者がですね、亡くなられたということで、非常にいろんなところで衝撃が走ってるわけですね。ジャニーズの売り上げは莫大です。300万人動くと言われる嵐のファンクラブだけでも年会費は120億円、すごいですよね。それが10億超えるグループがあるので、売り上げだけで1000億円という話で言われています。でそこにですね、300億とも500億とも称される不動産の資産というものがあるわけですね。ここに書いてある通りですね、港区や渋谷区など、都内の一等地にですね、劇場だとか不動産、数多く所有しているということですね。で昨年移転した赤坂の本社ビル、資産価値90億円以上だというふうに言われています。実際ですね、記事によってまちまちなんですけれども、時価評価するとですね、500兆円ぐらいあるんじゃないかなんてことを言われています。スマップがブレイクした1990年以降ですね、不動産の購入が目立つようになったということでですね、事業としてもですね、スタジオが必要だったりですね、芸能人専用のですね、入居ビルだとか、そういったもの、あとはミュージカルの公演が行われるグローブ座とかですね、そういったものは事業上も非常に必要だったので、こういった取得が非常に多かったっていうのも分かるんですけれども、これですね、ジャニーズ事務所の本社ということでですね、乃木坂にあるんですけれども、意外にですね、ジャニーズ事務所が不動産取得したっていうのはですね、設立からだいぶ30年ぐらい経ってからだったっていう話ですね。一番初めは豊島区だったんですけど、実際本社ビルを取得したのはですね、1998年の4月にですね、港区赤坂の本社ビルを買ったのが初めての自社ビルの取得だったっていう話ですね。結構後になるまで自社ビルを構えなかったんだなっていうのが分かりますと。実際に関連会社が非常に多いので、本社機能は集約した方が業務効率上非常に良くなりますねっていうのは、経営管理上からも非常に合理的な選択肢ですね。で、これが何が問題かっていう話なんですけど、これから相続があるわけですね。で、これだけの資産、会社が持ってるだけではなくて、ジャニーさん個人の資産も100億円っても言われていますので、そういった100億円の資産とかですね、相続がこれから始まっていくわけですね。遺産相続ですね、これからどうするんだろうということで、法定相続の観点から言えばメリーさんですね、唯一の相続人になるということで、全ての相続はメリーさんに行くっていうのが規定路線なんですけど、遺言書がどうなってるのかって話ですね。であとは、個人資産だけじゃなくて会社名義でも多額の財産を持っていて、これが株という評価になるので、ジャニーズ事務所の株式 50% ジャニーさんが持っているとなると、それも相続税の評価対象になるということですね。これまでジャニーさんが不動産、事務所と個人で多く保有してきたというのは、一つには相続税対策があったんじゃないかなというふうに思います。改めて説明するまでもないですけど、不動産は相続税対策として使われることが非常に多くて、土地建物の評価額が時価評価の2分の1ぐらいにも圧縮できちゃうというところがあるんで、100億円の資産をできるだけ不動産に変えた方がいいというのは、誰が考えても分かる現実ですね。相続税の対象となる財産は現金であれば額面そのままなんですけど、不動産の課税価格はですね、マーケットで取引されている価格ではなくて、相続税評価額が基本的にベースになるという話なので、相続税評価額は次回評価よりも低いので、このギャップを生かせば節税になるという考えですね。でこの、相続という市場ですね、非常にでかいですということで、日本の530兆円の宅資産は60歳以上の高齢者の方々がお持ちなんですね。その方々が亡くなると相続問題は当然発生してきて、大体年間50兆円ぐらいの資産が相続によるより今後移転していって、2030年まで1000兆円の資産が相続税に絡んで出てくるというのが報告されています。なので、特に相続のマーケットになってくると、処分される不動産は自宅が先か投資不動産が先かっていうと、間違いなく投資不動産が先に処分されることになりますので、特に投資の不動産マーケットの拡大が今後期待できるというところですね。で相続テックなんて言って話をしてますけれども、相続に絡めてですね、テクノロジーも活用していくのが一つ、ビジネスチャンスなんですけれども、大体相続テックっていう、キーワード自体がないので、どんなプレイヤーがいるかなと思って調べてみました。
これ和得相続税っていうんですかね、まあ、アプリで簡単に相続税の計算ができますみたいな感じですね、まあ、質問に答えていくだけで相続人の判定だとか法定相続分の計算ができちゃうと、あとは、まあ、相続税評価額も基本的な項目入れると出してくれるって話ですね。あとは相続のスケジュールの表示だとか申告書類の確認だとか、こういった資料全部 Excel に出力できるだとか、まあ、結構便利なんじゃないかなというふうに思います。だいたい相続関連のテクノロジーっていうとアプリがほとんどですね。スマート相続診断だとか、まあ、その名の通り相続税だとか簡単相続診断だとか、まあ、iPhone のアップストアとかで見るとですね、まあ、いろいろ出てきますということですね。あんまり、B2B とかはあんまりない感じですね。まあ、唯一あったかなと思うのが、このレタプラってサービスで、これマッチングアプリでもあります。相続税の簡単な計算ができるっていうだけじゃなくて、税理士だとかと共有してそれをチャットができるというところですね。ここら辺はマッチングですね。で、まあ、その後ですね、じゃあ相続税分かりましたと、税理士さんとも、まあ、あの方針が決まりましたといった時に、じゃあその不動産持ち続けた方がいいのか売った方がいいのかって判断が当然必要になってくるわけですが、まあ、そこまで踏み込んでるサービスはないと。まあ、自社宣伝になりますけれども、弊社のインベストメントプランナーですね、売った方がいいのか買った方がいいのかの判断材料になります。持ち続けたらどれだけのキャッシュが入ってくるんですかだとか、まあ、実際税金どれぐらいかかるんですかだとかですね、そういったことが分かるわけなので、今売った方がいいのか持ち続けた方がいいのかっていう判断材料としては使えるかなというふうに思ってます。まあ相続ってなってくると、まあ、当然弁護士だとかのリーガルテックの領域にはなるかと思うんですけれども、まあ、当然不動産がそこのメインの資産になってくるので、リーガルテックと不動産テック絡めた感じでですね、相続テックっていうのもですね、一つ今後大きなビジネスチャンスになるんじゃないかなというふうに思いますが、あんまり今プレイヤーがいない状況ですね。まあ、弊社でも相続関連のオプション機能はですね、これから発売していく予定で今開発進めている最中なんですが、まあ、早ければ2、3ヶ月でできちゃうんですけど、まあ、このマーケットのターゲットですね、しっかり絞っていかないと、まあ、当然勝てないなというふうに思ってますので、そこら辺は今リサーチしてる最中ですね。テクノサービスを成功に導く一つのファクターってのはやっぱり簡単であるっていうことですね。で、まあ、本当に、まあ、誰でも使えるっていうぐらいに簡単であるっていうことが、まあ、特にアプリだとかの世界では非常に求められるので、まあ、質問に答えていくだけみたいな、そういう機能っていうのはですね、非常に受け入れられやすいわけですね。まあ、一方で B2B 向けのサービスになってくると、まあ、そういうわけじゃなくて、かゆいところに手が届くだとかですね、本当に困ってる煩雑な業務みたいなものを簡便化したいみたいなところのニーズになってくるので、 B2B のサービスと B2C のサービスですね、まあ、成功要因がちょっと異なりますので、そこら辺をどうやって見極めるかっていうのがですね、テックプレイヤーの今後の課題になる、まあ、ビジネスを成功に導くための課題になるポイント、一つのハードルですね、だと思います。まあ、相続のマーケットはですね、これからどんどん拡大していきますので、いずれいろんなプレイヤー出てくるとは思うんですが、まだほぼプレイヤーがいない状態なので、ここから大きく成長が見込まれる分野じゃないかなというふうに思います。ではですね、本日の動画は以上とさせていただきます。よろしければですね、チャンネル登録の方お願いいたします。